こんにちは、サガン鳥栖の高橋秀人です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、正しい消毒液での手指消毒のやり方をお見せします。消毒液をワンプッシュ、手のひらに取ります。この時、指先ではなく手首に近い部分でノズルをプッシュします。擦り込む順番は、まず両手の指先、続いて手のひら、手の甲や指の後ろ側も忘れずに、指の間、最後に親指と手首も忘れずに、乾燥するまでよく擦り込んでください。この時、洗い流さない、拭き取らない、そして手を振って乾かさないの3つのポイントに注意してください。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐには、皆さんの協力が必要です。ストップ新型コロナウイルス。